はい、皆さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。はいはいはい、また言ってしまいましたね。はい、そんなんで皆さん元気にやっております。ジジイもね、毎日元気に送っています。今しかできないこと、家の中でもできること、はい、そんなんでね、いろんなね、キャンプ道具を使ってちょっと変わった家中アウトドアクッキング、今回は前回ちょっと余ってたね、煮豚、それを使ってこういったものを作りました。はい、皆さんこんにちは。ジジイのアウトドアクッキング。はい、そんなんでいつも作ってる料理でも、キャンプ道具に、持ったり、キャンプ道具で作ったり、はい、そういうことをすることで雰囲気がね、一段と変わるんで、今回はキャンプ道具の代表的な、メスティン、トランギアのメスティンと、それとスキレットもその深型の底まで丸い鉄鍋やったかな、はい、それでね、雰囲気を盛り上げていこうと思っています。まずはね、メスティンでご飯を炊くんですが、いつも使ってる、固形燃料ほったらかし炊飯でね、ご飯を炊いてるんですけども、まあね、ご飯炊いてる間に他のこともできるんでね、これがやっぱ一番楽かな。はいはい、見てください。これ以前にもちょっとね、紹介したあれですわ、メスティンよりを使ってます。これを使うことによって、メスにね、残ったお米が、こぶりついたり、はい、そういうことはしないんでね。ここでね、最初に言ったように今しかできないこと、はいはい、いつでもできんねんけども今ね、暇やし、みんなで寄ってたかって、一個たら10円やるでとか言いながら、はいはい、家の中でね、みんなで楽しむこともできるし、はい、いくつぐらいやろ、10枚20枚、まあそれぐらい置いといたらいいんやけどね。はい、折り方はね、はい、こういう感じですわ。はい、これ、はい、これを1枚作っといて、それを型紙にね、みんなで流れ作業はできへんかな、まああれですわ。はい、これも一つのね、家中遊びいうことで、メスティンとか使わない人やったら、それ以外に自分の持ってるクッカーに合わせていろいろ考えて、自分だけのオリジナル折り方、そんなんもね、考えるのも楽しんじゃおうかな。まあいろいろね、考えてたら時間も潰せるし、一度ね、皆さんも試してください。次にメスティンといえば、これちょっと色塗ってるやつね、赤、昔相当前ね塗った赤のやつと、これがグリーン、その中に入れてるのがほとんどね、アルコール系のバーナーで使うアルコールとか、ごとく、それを入れてるんですが、やっぱね、量的に1日これを使うとか、まあ1回2回やったら分かるんやけども、キャンプなんかでね、朝昼晩、まあ昼はツーリングなんかやったらどっかで食べようかいうこともあるんでね、それにしてもこのウコンで作った燃料入れは、100cc かな、あれやったらね、どうしても少ないんで、はい、これ専用のボトル、トランギアのね、専用のアルコールボトルいうのかな、はい、それを使ってます。まあね、今回いうか以前はこの赤いメスティンに赤いボトル、ほんでね、最近はこのグリーンのメスティンにグリーンのボトル、まあね、こんな色合わせていろいろやってたら、またジジイ金持っとんのとかね、わしらそんな金ないわとかね、言われそうなんですけども、そこらはね、あれですわ、みんな価値観の違いで、なんかパチンコする人やったらね、1万円ぐらい使うやろし、まあ買ったらいいんやけど、それ負けたらね、1万円やったら3つぐらい買えるんかな、それとかビール倍満ね、何本か飲むんやったら、それもちょっと減らしたら、1ヶ月辛抱したら1本買えるしね、3000もせえへんし、はい、ただ価値観の違いだけですわ。贅沢でも何でもありませんよ。女の人やったらね、同じような服を色違いで何枚も持ってることもあるしね。
はい、そういうことを考えたらね、まあね、男の遊びいうことで、はい、堪忍してくださいね。はい、それじゃあね、ご飯の方を持ってるんでね、ちょっとね、チャーシューを薄く切って、それをちょっと炒めてます。憎めへんかったらね。はい、こういう感じに盛り付けていきます。ちょっと見てくださいね。はいはい、ほんでね、この時点まで来て、思い出してんけども、千切りキャベツ、はい、それをね、引くの忘れたんですわ。じゃあ今からでは遅いやろな、いうことでね、まああのあれですわ、それを入れずにちょっとね、いっぺん盛り付けます。これは温泉卵、はい、こういう感じに入れて、でその後にね、刻みネギ、そして、いりごま、はい、これでね完成になります。はい、もう一つね、はい、今回は、忘れずに、千切りキャベツをひいて、それにチャーシューね、もっぺんね、この炒めてるフライパンみたいなやつね、これね、次回の次回ぐらいにまた紹介するんでね、はいはい、結構使いますよ。それと、こっちはね、まだ煮卵が残ってたんで、はい、煮卵にしました。はい、ネギ入れて、白ごま入れて、はい、こっちもこれでね、はい、完成になります。はい、それじゃあね、実食。温泉卵意味分かりませんけども、温泉卵っていかがでしたか、ジジイの家中クッキング。次回もよろしく。はい、この後の動画は今ちょっとね、サムネがいくつか出てるんですけども、いろんなことをね、家でできること、庭でできること、今しかできないこと、今だからできること、はい、そういったものをね、随時上げていくんでね、これからもよろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。よければグッドボタン並びにチャンネル登録もよろしくお願いいたします。インスタの方もやってますんで、フォローの方よろしくお願いいたします。ジジイアンダーバー72になります。